にちは、シュです。極限デビルラッシュにこのなんだっけ名前ヒョウを使ってやっていきたいなと思います。でフレンドが全然いなかったわけですよ。でこの36レベルの人だけいたんで、まあ覚醒もさせてないんだけどね、まあちょっと試しに使ってみようかなということでやっていきましょう。これ攻撃タイプで染めると 1.5 枚がかかるんですよね。これなんでこの男女行くかっていうと、この子がね悪魔キラー持っててって思ったんだけど、覚醒させてないから1体分ですね。悪魔キラー持ってるんでここ行きます。でさあ攻撃タイプ探してたんだけど指が少ねえんだよ。これがまた OK。 あー間に合わなかった。ちょまだパズルが慣れないね。 OKOK。 倍率ね出せばまあまあいい火力が出るんで、うわスキル溜まってないな。私これ半分切るとドラゴンバインドしてくんじゃなかったかな。確かそうだったよね。落としで光と回復落とし、うまい。お、あー惜しい。闇が惜しいな。これサツキがバインドかな。うんーどうしようかな。一回聖地しようか。お、すげえ何年ぶりかの聖地だ。 OK。 ここで行きましょう。ああ、持つドロップミスってるけど。まあ、悪くはないんじゃないでしょうか。9倍だな。12.5。確かこれ15コンボで最大倍率が出るみたいなんだけども。多分最大倍率出ることはないかな。無理だよね。ここはちょっと殴りに行こうか。ちょっと削り損ね怖いけど、まあ、いけるんじゃないかな。わからないけど。ああ、間に合う。やっぱ指少ねえな。いいね、落ち込んで助けられて。いや、これ、際どいか、微妙なライン来そうだな。あ、いったいった、いいね。これ、やっぱ、セシルいないとね、だいぶ、セシルがね、指2つあって、かなりこのパーティーに合ってるんだよね。いや、セシルいなくなると、ちょっときつめだな。どうしようかな、何使おう。サツキありだな。サツキありですね。サツキ使おう。で、やっぱ、2ウェイ織り混ぜていきたいところだけど、コンボ数も入れたいから、2ウェイ、難しいな。難しいっす。落としで、火入れて。あ、ダメだこれ。6コンボ、6コンボ。むずい。わー、ただいい、惜しい。これ、バインドかな。あ、バインドじゃない。あれ、違ったっけ。メフィスと神バインドしてきたけど、神いないのか。これはいけますね。ちょっと盤面が難しいな。こんなんでいいんじゃないでしょうか。6コンボだけど多分倒せんじゃないかな。いけ。で次どうしようかな。わあ、そうか、先制忘れてた。危ないな。一回回復しよう。バインド来るからね。オッケー。でここでセポネ使おうかな。ただ回復消したくないっていうのもあるんだけど、どうしよう。一回セシルじゃなくてこれ使おうか。選ばれしもの。でここで確か闇作ってくれるよね。よし、これで2ウェイ織り混ぜながらいこう。あー今光落とせたな。あっちにこうやれば。あ、ただなかなかいいね。6コンボでこんぐらい削れるってかなり強いんじゃないかな意外と。あー、そこか。 2ウェイ のとこがちょうど潰されちゃったな。ちょ、なかなかコンボ数が伸びないね。難しい。 OKOK。 落ち込んで、いいね。うわ、またそこかよ。いやー、嫌なとこ行かれたな。セポネ使うか。これ分割正直厳しいっすね。オーケー。サツキ潰されたのがでかいな。あ、ヒョウでバインド回復できるのか。なるほどね。
ここでワンパンしないと、あれ毒の海沈んじゃうんで負けですね。うわ、闇少な。一応使うか。これ半分以上削ると負けなんでね、ちょっと落ち込みに若干頼る部分もあるかもしれない。こんなんでいいんじゃない？悪くない。いいね、さすが、セポネの落ちやすくなるゾーン。これで、サツキが？うわぁ、300万ぐらい出てるね、いいね。はい、こんな感じですね、兵庫が。意外と思ったより強かったな。なんか使う前はね、15コンボで、最大倍率だから、あんま最大倍率出なくて微妙な火力しか出ないのかなと思ってたんだけど、そうでもないね。まあまあいい火力出ましたね。フレンドがね、悪魔キラーとか覚醒させてて、プラスも振ってれば、結構使えるぐらいまでは強いんじゃないかな。はい、という感じで、今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。